菊田神社に、奈良市の菊田神社さんに開運の御番が奉納されてますね。結構いい木を使ってるような気がします。それで結構ご神木があったりして本殿があります。横は、京成の電車が走ってますね。で御朱印は人気で今もたくさんありまして、ここにはおみこしかな、おみこしこと、みこしことかな、おみこしが、ね、格納されてますね。お祭りの時に使われるものです。なかなかいい感じですね。さてと、絵馬が大量に、あ、厄が抜けるということで、厄が払われる、抜けるということなんでしょうかね。おみくじの結びつける場所ですね。